ティーシャルとももちゃんたちでございます。朗報ですね。いやーすごい、なんとワクチンが、できるかもしれないというニュースが舞い込んできました。ちょっと動画をお借りしましたね。こちら見てください。製薬会社アンジェスは大阪大学タカラバイオと共同で新型コロナウイルスに対する DNA ワクチンと治癒薬を開発することを発表しました。 DNA ワクチンは一般的なワクチンよりも短期間で製造できるということです。現在ワクチンを製造している段階で、今後動物試験などを行った後、最短で6ヶ月以内に臨床試験を始めたい考えです。またDNA ワクチンは病原体を使用しないため安全性も高いとされています。ワクチンの投与で体内に抗体が生まれ感染しにくくなったり重症化を抑えたりする効果が期待できます。ということでね、なんと今日10時にこの発表があったみたいです。ちょっと細かなルールは分かんないんですけど、3月の5日かな、3月の5日に、発表会見を開いたみたいですね。3月の5日だからもうとうに過ぎてるんですけど、3月の5日に発表して、で今日24日の10時にですね、報道で、発表の許可が下りたんでしょうね。で一斉にバーッと流れました。で私はヤフーニュースで見てて、わーっとこうおすごいと思って見てたんですけど、で、細かな詳細の記事をちょっとこれ読み上げますね。あの下にもまたこれ貼っときますので、興味ある方、ご覧になってください。こちらの大阪のですね、バイオベンチャーのアンジェスという会社さんですね。ここの会社が新型コロナのワクチンの原薬完成と、原薬、いや元になる薬ですね。ワクチンの元。これが完成ということでございますね。24日に発表したと。報道したか。開発中の新型コロナウイルスの予防用のワクチンの原薬が完成したと発表した。近く動物向け試験を始めると、マウスやラット、サルなどに投与し、有効性や安全性などを確認する。問題がなければ早ければ秋には、人へと向けて、ですから、秋ですから、ちょっと長いね、ちょっと長いけど、このままないよりかは全然 OK だよね。いやー、目処が立ってよかったんじゃないかな。ねー、すごいな。まだまだでも安心はね、まだできませんけどね。はい。で、ちょっと続きまた読みますね。同社のワクチンは新型コロナウイルスの DNA、デオキシリボ核酸を使う新たな手法で、開発する病原性を全く持たず、安全性が高く短期間で製造できるのが特徴と。投与後に体内でウイルスのタンパク質が作られ、免疫ができれば、感染や重症化は抑えられるということでございますね。はい。いや、これすごいなぁ。よう、こんなん見つけましたなぁ。ね、世界でもこんな記事はないので、もう世界から日本注目浴びるんでね、このアンジェスさんっていう会社ですか。ノーベル賞もんじゃないのこれ、もし成功したら。これすごいな。香港で、ワンちゃんがね、ちょっと微弱ですけど、鼻と口に感染しましたっていうお話がね、上がりましたけど、このワクチンが生まれたってことは、人間ももちろんいいですし、ワンちゃんもね、そういう可能性が、なくなるということでございますから、いやー、よかったですね。よかったよかった。ね。よかった。ちょっと待ち遠しいね。ね。待ち遠しいです。はい。で、朗報でございました。ね。ですんでね、もう、できたも同然なんていうふうに思わないようにしてくださいね。一応、現役ができたっていう段階だそうなので、
まあこれ、例えばまあ途中で失敗しましたとか、資金がなくなりましてできませんでしたとかね、まあそういうことも全然あると思うので、まあここでやっぱり国がね、支援をこうしてもらうといいよね。これ、このニュースの関係、トランプさんが見て、日本のこの会社を支援するみたいな発言をバーッとやってくれりゃいいかもしれんけど。日本の政治だとどうですかね、またまたなんか、議会で話し合いとか時間が伸びてって、で、いつまで経ってもみたいなことがありえますよね。はい、ということで、朗報でございました。